劇場版スペック決は2013年公開の日本映画二部構成の作品で前編進むの編が11月1日に後編後の編が11月29日に連続公開された TBS のテレビドラマスペック警視庁公安部公安第5課未章事件特別対策係事件簿の劇場版で前作の映画劇場版スペックあまねに続く作品であり シリーズの完結編である。公開前の10月23日には、TBS にて、スペックシリーズの前日単、スペック0が、スペシャルドラマとして放送された。前作から5ヶ月後の2013年2月、入院中のセブンは、青池里子が、娘のウルーと共に病院を抜け出し、行方不明だと、当馬から伝えられ、現場に復帰する。その頃、 ある国際会議の席上では、シンプルプラン、すなわちスペックホールダー全滅作戦を進めているが、日本代表者、卑弥呼が突然計画中止を訴え、拒絶するメンバーをスペックで消滅させる。一方、ジュンは、子供から大人の姿に変化し、里子の傷を癒すなどスペックを発揮し、里子を監禁する。そして世界と共に、自分たちを先人類の末裔。 ラプラスの悪魔、この世界をバブルと呼んで、現人類の愚かさを見下し、彼らに審判が下ることを語る。トーマたちが里子の行方をつかめない中、野々村は城とハワイで結婚式を挙げると称し、部下たちに引き継ぎ書を渡して休暇を取る。ある夜、トーマの亡き父、天音の親友のユダが、トーマの自宅を訪れ、天がパラレルワールドの研究用思祖の存在を確認していた。 こと、それを知った二の前のクローン開発者、プロフェッサー J からの誘いを断ったために殺されたこと、スペックの存在が、ガイアの意志によるものという説を主張していたことを、トーマに語る。しかしその話の最中、トーマの祖母、ヨーコが何者かに憑依され、ユダを裏切り者とののしり、手榴弾をばらまき爆発させる。同席していたセブンに救われ、トーマは無事だったが、 陽子は死亡、ユナは意識不明となる。さらにトーマたちは引き継ぎ書によっての野村がシンプルプランを阻止すべく単独で行動していることを知る。トーマは密かに自分のスペックを使おうとして能力が暴走する恐怖に怯える。トーマはセブンにスペック暴走への恐れや使わなければ刑事としてベストを尽くせない葛藤、自分がスペックホルダーであるために 野々村ら仲間を危険にさらすことなどに混乱する気持ちをぶつける。セブンは大麻がスペックホルダーであることを気にせず仲間として大事に思うと伝え、彼女を落ち着かせる。トーマはセブンに自分が道を踏み外した時には撃ち殺してほしいと頼み、セブンはそれに応じる。一方、野々村はスペックホルダーだけに感染するというウイルスを入手するが、彼の前に里子のバディ、 ミアノが現れ、ワクチン開発のために、それを渡すよう迫る。野々村はミアノがワクチンを独占しようとする他国のスパイであることを見抜いて銃撃されるが、すでにウイルスを偽物にすり替え本物は未消宛に、送付していた。東馬たちが、知人の研究員、福田に、これを元にしたワクチン開発を頼んでいたところ、野々村が、ついでミイラ状態から蘇生した吉川と仲間たちが、現れる。 しかし実は、野々村はすでに射殺された遺体で、死体に憑依する敵に操られていた。敵は、トーマを人質に取るが、野々村の意師が復活して、トーマを助け、セブンたちに自分もろとも敵を撃たせて倒す。だが、一同を、白朝日最上階が、水芸のスペックで襲い、混乱の中、トーマの手の中で、ウイルスの瓶が割れてしまう。 トーマに反撃され自らもウイルスに感染した、上海は突然第三者に狙撃されて死に、黒幕は不明となる。警視庁屋上のアンテナの上で、ンたちは野々村の死をあざけ笑い、その場には、プロフェッサー・ J と呼ばれる人物がいる。野々村の遺体の前で嘆く宮尾を前に、トーマは敵への殺意を募らせる。ラストシーンロケ地。 渋谷周辺の風景東馬が感染したシンプルプランのウイルスはありふれたインフルエンザウイルスであるとわかる。一同は安堵するが疑問を抱いたタイマは推理の末、ユダの本名がユダでありその正体がプロフェッサー J であると気づく。同じ頃、本性を表したユダは警察病院で厳重に保護されているスペックホルダーたちのうち大人を虐殺、子供にウイルスを感染させる。 子供たちには治療薬が効かず次々に死んでゆく。トーマはありふれたものに見せかけて普通の人間とわずかに DNA の違うスペックホルダーだけに致死性を持つウイルスを作成したと見抜き残酷な手口に行き通る。トーマはセブンの見守る中、ついにスペックを使い先人類たちの霊体であるヤタガラスの群れと共に空を駆けファティマ第3の予言に現れる。 左手に火の剣を持つ天使となって厚木基地内での国際会議に乱入する。ヤタガラスの起こす停電と事故で世界中が混乱に陥る中、警視庁屋上のアンテナに登ったセブンと吉川は人類を滅ぼそうとする世界とウルーに遭遇する。彼ら先人類はガイアと調和して生きるスペックホルダーであり、その目的は地球外より飛来したアミノ酸から変異して増殖し、 先人類を滅ぼして発展した欲望にまみれた現人類からこの世界を取り戻すことだった。吉川は彼らと抗論し屋上から転落させられる。セブンはウルーに銃を向けるが、そこへサトコが現れ、母として順をかばいゼブンは銃撃を諦める。世界たちは時を止めて屋上からセブンを追い払い、ユダと共に先人類復活のためのソロモンの鍵として、 トーマを操り、屋上に呼び寄せるが、トーマは彼らの操作を拒絶し、呼び出したスペックホルダーたちと共に対戦する。トーマたちは、ヒミコの協力で、世界らの目を欺き、彼らの予定通りに起きた基地の爆発や核ミサイルの発射をホルダーたちの協力で停止していた。世界は怒りに駆られ、そのスペックで、ヒミコ、サトコとその愛に心打たれ娘として寄り添った、ジュン、そして、 スペックホルダーたちを次々に消し、地上をマグマの噴出する火の海と化す。トーマは、世界のスペックを餃子ロボを鏡にして反射し彼らを冥界に落とし、冷静にもらった予言と卑弥呼の助言通り、右手に宿るパラレルワールドを繋ぐ力で、先人類の霊体を冥界に閉じ込めた上、死ぬことで人類を守ろうとするが、その肉体を通して、 外に飛び出そうとする先人類たちに抵抗され苦しむ。トーマはセブンの名を叫び、現れた彼に自分を撃ち殺すよう頼む。セブンは来世でトーマに待つよう約束し、放たれた銃弾が彼女を撃ち抜いた瞬間、世界は何事もなかったかのように元通りになる。トーマの亡骸を前にしたセブンは警官殺しの犯罪者として他の刑事たちに確保され、 殴られる中で、空に浮かぶトーマの姿を見る。エピローグ、謎の男女の声が、この世界の時間が巻き戻されたこと、大マが時間の無限地獄の中にいることを語る。これまでの物語から、トーマの姿が消え、少し変質した世界を、彼女は浮遊して彷徨い、セブンのいる牢獄の中にたどり着く。セブンは漂うトーマに気づき、その腕を捉え、トーマはその腕を握り返し、 互いの存在を認識した二人は微笑み合う。繰り返される歴史が語られ、エンドロールの後、赤いキャリーバッグを引いた女と、坊主頭の男の後ろ姿が雑踏の中に消えてゆく。撮影が行われた東方スタジオ第3ステージ。本作は企画当初は一部作であったが、台本は3時間を超えるものになり、物語のスケールが一本の映画に収まりきらないということで、 前後編に部作に分け制作されることになった。各編のタイトルは、前、ことのダブルミーニングになっており、進むは、次第に上がってゆく、こうは、お意味している。完結編の制作については、関係者の一部にしか台本を渡さず、情報を制限して進められており、ゲストキャストも設定を知らないまま撮影に臨んでいる。撮影は、 スペックレイの制作に続けて2013年2月18日、TBS 緑山スタジオでクランクインし、3月31日に終了した。クライマックスである警視庁を屋上アンテナのシーンは、直径16メートル、高さ2平方メートル7センチメートルのセットを、東方スタジオ第3ステージに作成し、周辺の東京の風景を合成するため、周囲360度にグリーンバックを設置し、 クレーン撮影や大型扇風機による効果などを取り入れて約1週間にわたり撮影した。主なロケ地としては世界と白い女がいる海辺のシーンを千葉県九十九里浜の作田海岸で早朝のマジックアワーを狙い撮影した。ポストプロダクションについては河野辺の CG 部分制作が10月31日の時点でも続いていた。2013年3月19日 ゲストキャストとして、前作で、シークレット出演だった、向井治と、新キャストの大島優子らの出演が発表された。同年4月30日、公式サイトにおいて、予告上、と称し、トーマとセブンが満開の桜をバックに、スペックの完結を告げる、特別映像が公開された。5月29日には、ちょい出し映像として、 本編映像を使用した30秒の特別映像が公式サイトで公開された。キャッチコピーはすべてが終わる。真実は己の中に歴史を。静かに名目で。進むの編は全国290スクリーンで公開され、11月2日3日の土日2日間で動員34万5921人、工業収入4億5、799万3。 900円の成績となり、全国映画動員ランキング第1位を記録した。公開初日の11月1日から、連休最終日だった11月4日まで4日間の、累計は、動員719,966人、公衆8億8、269万2、950円。観客の男女比は46対54で、年齢別では20代が、 最も多く37.3%、40代18%、30代14.8%、16から19歳が14.2%の比率となった。11月10日には大ヒット五霊舞台挨拶が、東方シネマズ、六本木ヒルズで行われ、戸田、加瀬戸、岡田孝樹、松沢和幸、西根竜二が出席、観客動員数が100万人を突破したことと、 公衆が12億円を超えたことが発表され、公開14日間で動員100万人を超えた前作、劇場版スペックアマネよりも早いペースで動員を伸ばしたことが分かった。6週目で9位、累計動員202万821人、累計公衆25億1、747万3、150円となった。校編は11月29日。 全国292スクリーンでの公開に先駆け、前日の11月28日深夜に東宝シネマズ、六本木ヒルズにて、戸田、加瀬、有村霞、上木隆之介、福田咲、安田健、間野エリナ、岡田豪樹、龍来太、筒美幸彦出席による舞台挨拶が行われ、全国89スクリーンで生中継された。 これに続けて全国の同じ会場で29日午前0時から本作の最速上映が実施された。公開発週土日の動員数は進むの辺を上回る393,522人でランキング1位となり、公衆4億3,854万7,100円を記録した。これに初日11月29日の成績を加えると3日間で、 同因522,659人、公衆6億235万8,600円となり、男女比は50.4%対49.6%、年齢層は20代31.9%、16から19歳25%と、若年層の比率が高くなっている。また、東方はこの段階で、前編、後編を合わせ公衆50億が視野に入るという、 見込みを示した。公開4週目時点で、累計動員は140万9626人、累計講習は17億601万2650円となった。上映継続中の2014年1月に、日本映画制作者連盟が発表した、工業収入データでは、進むの辺が27.5億円、高の辺が20.6億円。 進むの編は2014年6月27日、この編は2014年7月11日に発売。発売元は TBS、販売元は TC エンターテインメント。スタンダードエディション、プレミアムエディションの映像特典ディスクは進むの編、この編ともに、ブルーレイ版はブルーレイでの収録となる。プレミアムエディションの初回限定50名ランダム、封入特典として、 劇場版スペック決撮影仕様の血染めの半紙を封入。進むの編は2014年7月7日付、オリコン週間 DVD、BD チャートの各映画部門で DVD1.1 万枚、BD1.1 万枚の売り上げを記録し、ランキング1位となった。後の編は7月21日付で DVD、BD とも1.3万枚の売り上げで、 ランキングは DVD 総合1位、BD 総合2位でいずれもシリーズ最高の初動売り上げを記録した。またツタヤレンタル DVD、ブルーレイランキングでは、進むの変が2014年6月23日付で、初登場2位、この変が7月7日付で、初登場3位の後、7月14日付ランキングで1位を記録した。スペック決に関するカテゴリー。 ありがとうございます。